ございます。デイ28、朝6時45分です。結局雨降ったのか降らないのかよくわからないんだけど、今日は夕方の一応また5時から降るっていうふうに言ってるけど、もうホテルにいても拉致が開かないんで、今日は行きましょう。多分ね、日中は今日大丈夫な、夕方5時ぐらいまで。うわ、もうやってるね。サブウェイ、サブウェイ買おうとしたらまだ開いてなかった。またマックかな。マックちょこっと寄ってトレイルに戻りましょう。すごい微妙な天気。あのね、コーヒーがすげえうまいそうだよ、普段コーヒー飲まない生活になっちゃったから、コーヒーめちゃくちゃうまいな。パーシークラッシュトレイル、ソーセージエッグマックマフィン食いながら行きます。昨日あっちから来ましたね。こっちです。これ行けと。嫌なとこだね。こんなとこでマック美味しく何にも感じないけどまあしょうがないな、知らなかった。すごいな、線路も続く、トレイルも続く。長いよねこのアメリカのやつ。天気はもや。PCT。 うわ、なんじゃこりゃ。あー、いやいや、これ何、上は電車か。 Oh my god。 うわ、奇妙な感じ。And PCT。 あー、でけえ。いや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 。GoPro ビデオストップ。お、あそこだ。いて。おお。サウスバンドのスルーハイカーにありましたね。あのエーコーンキャビンっていうところに泊まってたみたい。一応ね、そこも今日泊まる候補に入ってる。どうかな、俺の足で行けるかなみたいな。今日はね、ひたすら登りなんですよね。結構な高いところを目指してひたすら登っていくっていう工程なんですよ。もう雲こんな感じ。当たんのかな天気予報。 What's this?水 700cc いただきました。ありがとうございました。レジスター帳があったので、とりあえずまあ簡単に名前とトレイルネームと北向き時間日付書いて、どーどん行きます。ちょっと休憩します。だいたい7時から活動してるから、7時だっけ、忘れたけど、3時間半ぐらい。ちょっと休憩。はあ、天気はねこんな感じ。朝出た時は曇りで途中晴れてきて、また雲がものすごく動いてるみたいな。で、今日はひたすら、わかんないね、2000いくつまでずーっと上がってくんだよね。ひたすら。今ね、1610まで上がってきたんだけど、今日はあの、
エーコンキャビンっていう、まあ、山小屋みたいなところがトレイルからちょっと下ったとこっていうのかな、にあって、一応そこを今目指してるんだけど、そこのキャビンのおばちゃんは日本語も話すみたいで、あ、ちょっと縁を感じるから行ってみたい。ただ問題があって、あとそこまで約、19キロ、18キロ。通常俺の足ではたどり着けないな。結構な登りなんだよな。まあ、暗くなって数時間歩いてから着くっていうことだったら、可能かもしれないけどってとこですね。あともう一つの心配は、一応天気予報はね、5時ぐらいから雨が降るってなってんだけどね、こうやって。もう、雨に降られた状態でテント張るのは勘弁だから。あと、高度がかなり高くなっちゃうから。まあ、ヘッドランプつけて頑張って、そこのエーコンキャビンにたどり着いてみたい、とは思ってます。そんな感じ。結構ね、朝7時から5時間でスーパー頑張ってんだけど。ああ、約20キロはもう歩いてきてるんだよね。あと20キロ。俺的にはこの勾配で合計40キロ歩くなんてやったことないよ。っていう状況にいます。はあ、毎日が試練だわ。昨日のエスケープは結果的に良かったんだろうかみたいな。まあ良かったけどね。毎日精一杯です。はい、淡々と歩いています。先の方がさ、ガスでよく見えない。 もうなんか何やってんだろう。今ね、1時20分でだいぶ上げてきたね。標高的には1925、周りはこんな感じ。PCT マーク。はあ、すごい集中して歩いてんな。あとそのね、エーコンキャビンに降りるジャンクションまで約12キロなんだね。まあもしかしたら、まあ暗くなっちゃうかもしんないけど、この感じだったら、たどり着けるかもしれない。すごい、こんなところに天板がある。こんな高いところで寝るの嫌だよ、今日は。天気予報がさ、コロコロ変わるからさ。ああ、さっきまで全然視界が開けてなかったから。へえ。サーセージ、マグマフィーン、2個セットに使ったから。ビタミン C 入れた水。ああ、うがいだ。ちょっとここは天気良くて気が楽だな。もうなんかわけわかんない天気だ。マックはね、コーヒーがうまかった。 あとね、標高1900m で食べるエッグマックマフィンも美味しいよ。 また一瞬にして 雲の中みたいな。さっきの一瞬の晴れ間は何だったんだみたいな。さあ、頑張ります。太陽が燃えている。ちょっとあったかいな。ふぅ。マイル358点。うわ、ここでキャンプするの。ちょっと見てみる。もうすごいとこだな。まあねって感じ。どうしてここだけこんな名前がついて看板があるのかな。よくわかんないな。よいしょ。僕は
エーコンキャビンを目指しています。いけるかな、いけるような気もするけど、分岐点まであと8キロ弱、そっからさらに3キロ下り。よいしょ。今ね、エーコーンキャビン、そこの、そこに降りるジャンクション、はあ、ジャンクションまであと 3.4 キロぐらい。まあ夜の6時半、6時半までにそのキャビンにつければいいなと思ってたんで、はあ、結構頑張りました。まあまだ油断はできないけど、何があるかわかんないからだけど、まあちょっと明るいうちにはそのジャンクションまではつけそうだ。いやー、今日もひたすら標高を上げて、今で2500近くでしょう。もうちょっと上がってくんだけど、多分1000メーターぐらいのところから、ずっと1500メーターぐらい上げて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 、まあすごいなだらかな感じだけどね、急登みたいなことはないんだけどっていう感じです。日が暮れそうです。多分目標としてるジャンクションまであとどれくらいかな、1キロ切ってるかな。割とあの樹林帯みたいな感じで、すごく平和な感じ。ちょっとガスっててね、あれだけどね、予報通り雨来るのかしらって感じだけど、まあ来ても1時間雨に打たれるぐらいだったらいいかなみたいな。ここは平和だな、風も抜けられて。あ、こっち行けと。うわ、すごいな、雲が。よし、エーコントレール来た。ここだ。ここのエーコントレールを下ります。何時？わかんないな。5時？見えない。OK. Which way are you going? Huh? Going PCT? No, we're going Acorn Trail. Acorn, yeah. Are you going to the Acorn Cabin? No, we're not going to the cabin. No, exactly right. But we parked down there. Oh, okay. Where are you coming from? I'm doing PCT from, I started the Campo. Oh, okay. Yeah, yeah. Really? Yeah, tonight. Are you going to go to Kennedy Meadows? Where are you going to go? In my plan up to Tehachapi. Oh, okay. Yeah. I don't know how far I can go, but yeah, anyway. Yeah, it's okay. I mean, most of the mountains from here on out, yeah, they're pretty, you're fine. I mean, yeah, it's going to be lower elevation. Yeah. Sure. Yeah, at least until Tehachapi. Ah, from here, ka? Yeah. 下っております。今日はでもちょっとすごく安心感があるな。雨に打たれてもないし、もう泊まる人のとこと連絡取れてるし、で実はさっき映ってた人は別のところをハイキングに来てたんだね。多分今、まあ後ろの方にいると思うけど、なんかそんな感じで人もいてちょっと安心感があるみたいな。なんか暗くて映んないか。両側家があって、八ヶ岳みたいな、こう、なんちゅうの、軽井沢の保養地みたいな、森の中に木がいっぱい、あ、家がいっぱいあるみたいな感じになってる。かなり近いはずなんだけど。あ、これ！あー、こんにちは！Oh, okay, I was in the right place. Yeah. Hello. Yeah. Nice to see you. Thank you very much. I'm Diego.
ディエゴさん、ディエゴ、ディエゴさん、こんにちは。What is your name? カイト。カイト。Yes. ジャパニーズネームカイト。カイト。トレーネームトリマン。お、すごい。そう、緑見えた。わお。Okay. Tired. Very tired. I didn't want to sleep, you know, in the mountains. So. Oh. Yeah. So that. Okay. ね。すごいね、今日は。今日は、あの、本当に、キャビンっていうか、家の、自分の家の裏庭に小屋を建ててみたいな。で、ロフトのベッドがあって、まあそこはまあ、収納スペースだね。まあこれがソファーベッドで、ここで寝てもいいし、上で寝てもいい。で、まあ一通り、電子レンジとか、コーヒーとか、コーヒー飲み放題かな？よくわかんない。まあまあ、水場があったり、洗面所。で、シャワー。で、トイレ。これコンポストだからなんか、ちょっと複雑だけど。そう、うんこした時は、水は流すなと。いう話ですね。うん、だいたいわかった。すごい、いやよかった、ここたどり着いて、もうね。やっぱ標高がここ2500ぐらいでしょ。寒いのよ、上歩いてても。こんなとこでね、テント張ってらんないっていうね。ここは標高が2000ぐらいになるのか ?2015 メーター。2500ぐらいまで上げて下げてたのかな、ちょっと。で、今6時いて、まあ30分ぐらいしたらグローサリーに連れてってくれるから、そしたらまたサプライしたり、なんかね、いろいろ買ってきたよ。スーパーに乗っけてってもらって、まあ、これは単純にサンドイッチ、もうだってブリトーとかやってないもん。で、やりました、見つけました、シングルスパム買いだめしました。カインドも買いだめ、もうボックスで買い。そんな感じです。とりあえず、で、これはサンディエゴ作のヘイズイ IPA です。ということで、乾杯です。まあ、今日はね、こんな感じで、まったり。でもまあ、ヒーターも入ってるし。いや、いい人でね、ここでもう2泊に決めました。で、明日、まあ、早めに出て、でも2泊なんで、ここに半分ぐらい荷物、明日夜泊まるもので必要ないもんな、寝袋とかマットとかフードとか何もいらないから、身軽でハイクして2、30キロで、そこでまた今日のマンディさんに拾ってもらって、ここに戻してもらって、もう一回寝て、で明後日明日トレイルアウトしたとこにまた連れてってもらうと。で、旅を続ける。そんな感じです。めっちゃいいね。普通に街のホテルで泊まるよりも俺やっぱこういう方が好きなの。今日の晩ご飯、これ半分食べて、で、ここにまるちゃんただで置いてくれてるから、これ食べようかな。今日ね、デイ28ね、歩いた距離、カホンパスインから、ここのエーコンキャビンまでは約40キロだね。ああ、疲れた。ということで、今は、もうね、今何時？約9時か。動画の編集をして、寝るとします。そして明日は身軽で、トレイルを攻めます。
以上 55PCT でした。お疲れ様でした。ああ、GoPro ビデオストップ。